さあ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティの NC 日賀と沖縄村村長のネッタちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2日目は失敗談をお話しいただきます。それでは NC 日賀さん、よろしくお願いします。はい、今日もあなたにイノベーションというところでよろしくお願いします。本日はですね、泣き人村から沖縄居酒屋チュラ姫のオーナーであります井上亮さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初日を終えて2日目ですが、はい、どうですか、心境と言いますか。緊張しますね。本当ですか。はい、全然感じないですけど、なんか淡々としてるなってずっと思ってます、はい、いえ、手震えてますね。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。まあ、初日ですね、3つのポイントというところで、散歩よし、近江商人イズム、利他の商いで、ラベリングが令和の近江商人だというところで挙げさせていただきました。で、初日ですね、人生活動理念をいろいろお聞きしてきたんですが、とにかく自分の関わる方たち、まあ、社会も含めてですね、本当に、皆さんは自分を成り立たせるような存在なんですというところで、まあ、それが本当に自分が今なりわいとしていることとか、まあ、人生において、みんなのためになること、まあ、みんなの良しというところを、うん、考えながら、いろいろ活動とか人生を突き進んでますというようなお話でした。で、本日2日目なんですが、失敗談というところからお聞きしたいんですが、はい、もう本当に失敗は多いと、 山ほどやってきたというところで、はい、15年ほど前にも一度独立して事業をしましたが、実力、知識、感謝など何も足らずに大失敗。他に、もっとできたのに半ば諦めてしまったものも多いが、それがあっての今だと思うので、全てはいい経験だと思うようにしていますというところで、まあ、それを踏まえてですね、この失敗する際にどういった、だってもだいぶメンタルは、まあ、打ちひしがれるというか、はい、ダメージあると思うんですが、そこからどういう形でこのシフトチェンジとかしたんですか、メンタル。そう、あんまり落ち込まないというか、まあ、はい、まあ、もちろん落ち込むこともあるんですけど、はい、なんか引きずらないっていうか、あの、まあ、引きずってもしょうがないし、うん、まあ、いっかみたいな、どっかで、あの、切り替えるのは多分得意なので、で、まあ、これはなんか意味があるなって考えたり、そうして なんか乗り越えていくっていうか、はい。じゃあ、この起きたことに引きずられるわけではなくて、はい、起きたことを単純に、はい、あの、なんていうんですか、楽観的って言いますか、はい、なんか、まあ、自分の中で分析して意味付けして、いい形で意味付けして、はい、まあ、次に行くこのガソリンするというか。そうですね、こんな感じなんですか。はいはい、うん、あんまり焼け酒飲まないですね。どっちかというと美味しく。あ、なるほどですね、はいはい、なんか焼け酒あんまないですね。例えばですけど、はい、この、まあ、楽しい、どんなお酒飲むんですか。あ、なんか今気になって。本当ですか。いや、もう本当飲むのは好きで、はい、まあ、大体366日ぐらい飲んでるんですけど。一日多い、居酒屋ですもんね。はい、そうですね、まあ、やっぱり飲もうって誘われたら全然飲むし、で、なんかそのやっぱ楽しい話してますね、うん、どっちかというとあんまりこう愚痴とかなんか多いと、まあ、あんまないですけど、あの、愚痴が多い飲み会だなと思ったら、なんか、あ、早めに、あの、帰ったりとか。わかるわ。はいはい。まあ、あんまりそれないですけどね。あの、多分バリア張ってますね、どっかで。はい、でも、まあ、ネガティブなところに引っ張られていったりしもするので、そうですね。それ大事かもしれない。はい、まあ、常にこの、じゃあ、前向きというか、まあ、はい、ポジティブなマインドの中で、はい、その、この振り返り、うん、とかっていうのはどんな振り返り方とかってあるんですか。なんか起きたこと、事象に対して、はい、自分のなんかこの振り返り方というか、まあ、さっきちらっとちょっと出てたんですけど、はい、例えばこの15年前のなんか、うんうんうん、いろんな、授業の頓挫に対して、はい、まあ、いろんな要素があると思うんですよね。単純に授業の展開の仕方とか、はいはい、じゃあ、人間としてとか、うんうんうん、まあ、そういったいろんな要素がある上でどういう感じで振り返っていくのかな。なんかその大きいのはやっぱり、はい、人間的なあれですよね、この 人との関わり方でこうああしとけばよかったかなっていうのは、やっぱ結局一番大きいのはその人ですよね。逃して一番大きいのはやっぱ人かなと思ってて、はい、なので、まあ、そのなんですかね、一番そこが悔やまれるというか、うん、一番いい人を逃した時が一番怖
やっぱり、うん、分かります。めっちゃ今自分ちょっと、まあ、このメインの仕事の中で、うんうん、そういったこの人事系ちょっと関わっているので、はいはい、めちゃくちゃ分かります。うん、難しいですね。でも本当にそうですね、自分が個人一人と、はい、なんかバイトとかだったら道理でもなるんですけど、いろいろ従業員抱えてると、はい、なかなか見えない部分とかたくさん出てくるので難しいですね。そうですね、まあ、そういう井上さんなんですが、はい、まあ学びやターニングポイントをお聞きしていきたいんですけども、はい、まあ、17年前に大阪から沖縄に移住されたということ で、はい、でその中で7年前からその今、現在住まれている今帰仁村に移り住んで再度授業を始めたと、はい、でより人口の少ない小さなコミュニティの中で、まあ、暮らすことで地元の方へのリスペクトや、まあ、業に入っては業に従えということの大切さを学んで、それがあったからこそコロナ禍でも生き残れているのかなと、まあ、思いますというお話ですね、はい、でその中でですね、そもそもなんで今帰仁村だったんですかっていうのがあもういろいろあるじゃないですか、北部でも、はい、うんうんうん、今帰仁はその前は中部とかに住んでたんですけど、あ、そうなんですか、はい、よく遊びには来てたんですよ、はい、で、まあ、氷大橋渡ったりとか、はいはいはい、でちょっと山の方のカフェに行ったりとか、うん、海で遊んだりとかしていて、やっぱいいところだなっていうのはなんかザ沖縄感があるじゃないですか、うん、この北部って、はいはいはい、なのでまあそれまでは中南部のちょっと、うん、まあ、都会の方にいたので、うん、ずっとこっちに来たいなっていう思いはあって、それで、まあ、きっかけがあってこっちに来たっていう感じですね。はい、そこでですね、またこの、はい、今帰仁に来て、はい、その選んだ授業がやっぱりこういったこと、うん、っていうのはあれですか、以前の17年前のものと関連性があったりするんですか、はい、いや、全くなくて、ないんですね。そう、来てからいろんな、まあ、要は仕事でその、向こうから呼ばれるってよく言われてて、僕は言ってないですよ、これ。なんか言われてるんで。はいはい。言いましたね。そうそう、仕事に呼ばれるっていう。だから、まあ、何か一生懸命目の前のことやってると、はい、こんなことやらないとか、こういう授業があるんだけど、どうって話がどんどん来て、それを一つずつやっていったっていう感じですね。このまさにあれですね、はい、最初の、初日の2年の中でこの自分を成り立たせてもらっているのは、はい、もう皆様のおかげだというところで、うん、まさにいろんな声かけとかこれやってみたらとか、はい、まあ、そういったところで全く違う土地に、うん、まあ、今帰仁というところに住んで、はい、そこで全く新しいまた授業を始めるというところでも、やっぱそういったところがつながってるんですかね、うん、そうですね、まあ、そんな部分の今帰仁村で一番学べたものって何、はい、どんなことなんですか。そうですね、今帰仁ではやっぱり、まあ、特に沖縄の中でも、うん、こうコミュニティが、まあ、近いというか、うん、やっぱ1万人ぐらいの村なので、うん、すぐやっぱ次の知り合い、まあ、友達の、はいはいはい、もうすぐ友達みたいな感じでつながっていくので、うん、なんかそこをとにかく大事にするでもすごい何ていうんですかね、この大事だなっていう、はいはい、うんうん、思いまして、そうだからそこをおろそかにしたら、うん、全然生きていけない村っていうか、確かに、はい、そこは学ばせていただきましたね。なるほどですね。はい、というところで、まあ、本日ですね、はい、失敗談と学びや、まあ、ターニングポイントをいろいろ聞かせていただいたんですが、はい、まあ、井上さん自体がそもそもこの失敗に対してですね、うん、まあ、すごい前向きで、このそもそもこのポジティブマインドっていうところですね、はい、どん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 前を向いて突き進んでるんだというような、まあ、印象でした。でそれで、まあ、この今帰仁にはですね、もともと遊びに来てたんですけども、なんか、どん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 、うん、呼ばれるように、そうですね、うん、いつの間にか今帰仁にいて、はい、で、いろんな方たちの、うん、もうお力添えの部分で全くやったことなかったけども、うん、現在の、まあ、授業されていると、はい、でその今帰仁で学べたことが、まあ、人とのつながり、まさにそこが大事なんじゃないかというようなお話でしたね、はい。
はい、ということでまだまだお伺いしたいんですけれども、そんな井上亮さんのご連絡先をご紹介させていただきます。沖縄居酒屋ちら姫のホームページとフェイスブックがございますので、ちら姫で検索をお願いいたします。そして我々のメッセージは LSM のホームページにございますので、そちらからもお願いいたします。以上です。ありがとうございました。 LSM プロジェクトはいっちゃん、いなさん、また吉、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよし大輔さん、成田ペールワン、ミッチーの協賛でお送りいたしました。どうも皆さん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889 070-3803-7889、 待ってます。LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ごはんよしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。